成して、あの、あれなんですけど、これが初ライブなんで、あの、頑張っていきたいので、あの、お願いします。これ、足開けて、あの、あー、了解了解。チューニング時間の時間稼ぎを任されました。
ユニオンのボーカルのインキャラボーカル担当、正気です。イエーイ。ありがとう。で、一番左のギター、イケメンギターがイケメン、ビジュアル大好き、小峰藤人くんです。イエーイ。で、俺の左隣にいるのがうちの、ツッコミ担当、キッチョです。で、俺の後ろにいる、ドラムの種村です。というメンバーでやってます。低音はあ、ごめんなさい、うちのサポートメンバーの違うあれ、じゃあおかしい、サポートがリーダーのおかしい。あ、そうだ。じゃあ改めてうちのリーダーの伊勢くんです。はい、みんなチューニング終わった？はい、まだ時間稼ぎすんの？稼いで。ダブラ。ネタねえな。バンドの奇跡的な。まあ初め5人だったんだよね。5人。そう、5人で初期面、俺以外がみんな初期面で。違う。厳密に言えばあいつはもう早く終わったのかって。全然。いいぞ。遅いにやってね。早く俺のビートが高鳴ってんだよ。ロックンロール。ロックンロール。終わった？終わった？オッケー。あ、ちなみにさっきやった曲はラルクのハニーです。で、次はピローズさんのファニーバニーって曲なんですけど、それをエルレガーデンさんがカバーして、それをうちがカバーします。カバーのカバーします。じゃあいいですか、皆さん OK ですか。リーダー。
今度どっかでライブしたりするんですか？告知がある。昨日決まったんですけど、はい、うちは船橋慶明っていう、船橋慶明高校という、まあ、近くの高校通ってるんですけども、の、9月8日にある文化祭のライブに僕は出ることになりました。おお、あともう一つ僕が言っていいですか？僕が言っていいですか？あ、その文化祭に一般公開です。8日。違うかもしれない。8日。じゃあ8日かもしれない一般公開の日に、一般公開、一般公開の8日の日に、僕1年B組なんですけど、そこまで僕主演の映画やるんで、ぜひ。いや、これマジです。ちなみに役名なんだっけ？真田ジョーです。よ、ジョー君。じゃあ、撤収だ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ユニオンさんでした。さあ、オットラインも盛り上がってきたということで、次のバンドさんに移りたいと思います。次は。